経済情勢は九州財務局が3か月ごとに発表しています個人消費は猛暑の影響でコンビニでの冷やし麺やアイスなどが堅調でしたが物価高により家電大型専門店では値段の安い古いタイプのエアコンが好調でした観光面は台湾便の増便などでインバウンドが堅調ですが雇用面ではすべての業種で人手不足が続いています 今後は最低賃金のアップなどで雇用や所得環境の改善が期待される一方、為替など金融資本市場の動向について注意が必要としています。